せーの、ありがとうございます。さあ今回の企画はダンス力をアップせよサイレントダンスバトル。普通にダンスの練習した方がいいだろう。はい、僕が企画会議で出した企画が採用していただきました。ありがとうございます。A ブロック、B ブロック分かれて対決で、各ブロック上位2名が決勝進出、はい、となります。で、決勝進出した4人で戦って、その中から1位が決まる形です。はい、じゃ一番ズレがなかった人が勝ちっていう感じ、なんで、もう本当に曲、リズム合わせてなるべく曲とぴったしに踊れるように、はい、自信ありますか？自信ありますか？自信ありますか？あるのかな？ないです。最後でやったよ。めちゃめちゃこっち向いて準備してた。自信ありますか？ないではと。ありますか？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 来るんか。ちょっと迷った、ちょっと迷った。惜しかったな。やる自信なかった。戦い方はもう自由でさ、どういう作戦で言ってもらっても大丈夫なんですけど、もうめっちゃフルアウトして、もういつも通りやるか、ちょっとリズム意識して、まあちょっと置きに行くか。その辺はどっちもいい、どっちでもいい。その辺は任せます、皆さんに。優勝候補誰だと思いますか？ダンスしてるね、メンバーとかはやっぱりリズム感あるでしょ。あるでしょ。あるでしょ。ね、だからね、ダンス力ってやっぱり西くんが優勝候補かなと思います。僕はちょっとあんま自信ないですね。自信ない。まあでも歌もね、リズム、ボーカルもリズムあるから。それ思った。そうそう。ヒロムとかね、INI の BPM 担当だから。BPM。確かに。こうやってくれる。はい。やっぱダンスになるとね、難しそうですね。それではくじ引きでブロック分けしていきます。はい、はい、はい、いきます。めちゃめちゃ普通のこと言う。はい、はい、それでは皆さん、はい、髪を上げてください。オープン。あー、リーダー、あら、気になる曲ですが、まず A ブロック、はい、曲はロケティア。おお、あー、これでもあれか、だからこれか、だいぶ、まあ、踊り慣れてる曲ですけど。ですね。タジは自信ありますか？僕は自信ありますね。まあ、だい、いけそうじゃない？これいけそう、ね、いけると思う、ね、多分。はい、続いて B ブロック、曲はコールワンワンナインです。おお、そうだったんだ。そうだ、ちょっと久々に踊るから、そうね、振り踊れるかなって。そっから、はい、いや、わかるわ。リヒトはどうですか？でもそうですね、ロケッティアよりはなんかリズム取ったダンスじゃないですか。確かに。あ、なるほどね。だから体もね、それに合わせてちょっと頑張ろうと思います。はい、それではまずは A ブロックの対決、はい、スタート。スタート。スタート。作戦はもうとにかく一回全力でやってみる。これが逆に作戦です。あえてこう抜くんじゃなくて、思いっきりやります。はい。
どうだ、ちょっとだけずれた気がします。ちょっとだけ。でも結構難しいですねこれ。じゃあ次の人ちょっと俺裏で見ておきます。まあ基本はいつも通りのつもりでちょっと意識しつつみたいな感じですかね。ちょっと早く、早かったかもな。怖っ。めっちゃバクバクいってるわ。本番より緊張するわこれ。頼む頼む、お願いします。はい、まあ楽しむだけっしょ。やばいかも。いや、ちょっと待って、これやばいかもしれないです。俺でも楽しかったです。ありがとうございました。いや、なんか待ち時間めっちゃオーディションみたいな感じだったんですけど、緊張するけどちょっと落ち着いてちょっとやりたいなと思います。僕は、はい。遅い気がするぞ。遅いぐらいがいいのかな。ちょっと早くしとこう。ちょっと踊りながら遅いかなと思って最後だけ早くしましたっていうの、そこがポイントです。その感が合ってればちょっといい感じになってるんじゃないかなと思います。僕も落ち着いて、やっていきたいと思います。はい、なんかめっちゃ笑われてるんですけど。歌ってたね。まあ、まあ結果楽しみです。さあ、A ブロックの撮影が終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあやってみて実際どうだった、匠は。いや、多分ね、ちょっとね、早かった気がします。あ、そういう実感はあるんだ、うん、やってみて。ちょっと実感あった気がする。めっちゃ難しい。やったら分かるわ。やった後に来るんだ、やっぱ。全然意外にむずいわ。あ、そうなんだ。タジは最後の方にめっちゃ小説してた。やっててもロケこれも来るわけよ。あ、なるほど。リズムじゃないから、リズムじゃないからこれで狂っちゃって、割ともう体感遅かったの、自分がやってんのが。だからもう最後
お前だけめっちゃ早くなった。タイミングさ、時間さえぴったりだったらいいわけだから。それ やんなかったらぴったりだったかもしれない。もし逆にね、それだったら悔しい。あれもあるよ。あと足音があるじゃん、こう足音さ、結構鳴るじゃん。なんか足音のリズム悪すぎて俺これやばいかもってなったっす。はい、じゃあまずは音なしでみんなの踊り見てみましょう。楽しみ。これ揃ってたらすごいよね。揃ってたらすごい。あーってる。あーあーちょっと早い。やばいやばい。待ってるじゃん。平本拓海すごくない？あ、確かに。すごい。さすが、やっぱ。待って、全然違うやん。どっちだ？全然違う。これやばいな、全然違う。途中までね、ヒロム君とタクミ一緒だった。最後の辺でもちょっとだけ変わったね。違うな、これくらいから全然違う。ショウゴ君が遅すぎることだけは。いや、わかんない。あれが一番悪いかもしれないよ。確かに、端が合ってて、他が遅いっていうのは。まだまだ早い。ありえる、確かに。ありえる。これ怖い。いや、だいぶまあやばそうでしたけれど、音楽つけて結果見てみましょう。あ、音楽楽しい。めっちゃ切れてる。やば、怖い。楽しみだね。怖いな。誰が合ってるの？じゃあ、じゃあ、じゃあ、はい、負け。おさえおさえおさえ俺。ああ、やめろ。すごい、2人すごい。いいぞ。俺ね、多分ね、あれだわ、普通に音なしだとゆっくりやっちゃうタイプなんだよ。いや、めっちゃわかる。いや、重すぎ。わかる。I'm a rock tea、飛び越え続き。こんな感じで。そういう風になってましたからね。はい、それでは結果発表します。5位、ペンさん。パンじゃない。もっと遅かった。プラス 1.13 秒。あ、でも1秒なんや、すごくない？はい、4位タジ、プラス 0.96 秒。え、俺タジより遅い。ね、びっくりした。3位タクミ、嘘、マイナス 0.66 秒。おー、2位、なるほどね、プラス 0.60 秒。あ、1位イロム、マイナス 0.13 秒。すごい、すごい、やっぱ差が激しい ね。でもヒロムも結構ドンピシャに見えたようだったけど、ね、ちょっとだけ誤差あったんですね。でもマジで 0.13 だから、もう本当にもうほぼすごい、すごいね。びっくりだわ。すごい面白いですね、これ。タジが5位と思いきや。ねえ。もう一回見てよく見たら俺最後ちゃんと早いから大丈夫。あ、最後そこかでね、私てっきり匠が2位かと思ったのに。ねえ、地味に俺全然違うと思う。はい、そういうのスコーケーダンシュ。ここも完璧。俺遅いよ。おっすげー。タジ君ここまでやれば、タジ君のやべえな。まだショウゴ君のこと遅いか。どこでどこで。
よかったね。もっと早く、もっと早めに気づけばよかった。ということで決勝進出はおめでとうヒロム。悔しい、悔しいな。何気になる、何気になる、俺も3位かなって思った。2位やった。悔しい、でも最初の方ガチドンピシャやった。最初のこっから触れた。何が起こったんだろう。はい、じゃあヒロム。いや自分でもびっくりっすね。いや、いつもの感じで合ってたから良かったっす。なんか安心した。安心した。そう、いやちょっとこれ頑張りたいっすね、決勝。勝ってくれ。じゃあもう意外とおとなしでやると遅くなるっていうのが分かったから、決勝はちょいちょいせかすくらいやろうかなって思って。なるほどね。お二人頑張ってください。近いじゃん、近いじゃん、立ち方もやだ、座り方もやだ。それでは続いて B ブロックの対決です。0秒、誤差0秒ということで。第6話も鍛えろ。今回何ですか。来ましたよ。今回はもうこの可愛い子ちゃんです。うわ、23年飼って愛してやまないワニちゃんです。だから結構この子いろいろな友達とか来て、なんかちょっと手入れたりとかしたら噛んじゃうんですよ、すぐ。それはそうよ、うん、でも俺がいくら触っても噛みません。絶対噛まない。噛みません。さすがにね、23年間お噛まないですよね。そう、23年間飼ってますから。はぁ、押し込んじゃう。噛みませんよ、噛みませんよ、そんなね。すごいすごいすごい。一個だけちょっとどうしてもかん、もう俺でも噛まれちゃうようなところがあるんですけど、俺はそこは触らない。そう、触らないようにできてるんですよ。そうそう、いいですね、緊張ですね。そう、もう飼い慣らされてますからね。もう大丈夫ですよ、これは。いけます、いけます。あと何本ですか。あと5本です。5本、余裕っすよ。ちょっと機嫌悪かったのかな。めちゃめちゃ機嫌悪いよ。もう3連発ぐらいで構えてますよ。機嫌悪いんですよ。あ、いけます、これ多分。確認した上で間違えたよ、今。また次回ですね。まだね、あるからね、はい、まだありますから。今回友情出演のパニックちゃんでした。ありがとうございました。